はいどうも。じゃあ今回は接続等々聞いてみた編等もやってみたいと思います。さあ、えー、今回、えー、リファレンスというか、えー、試し接続で、えー、使用する端末はですね、こちらになります。はい。x p e r i a XZ プレミアム。まあリファレンス機として遜色なし。多分。 で接続方法を見てみようか。よいしょ。よいしょ、よいしょ。電源オンはイヤホン、そうだね。ああれか。電源オンオフは確かにバッテリーケースから取り出したり、収納したりでなると。ただ、タッチセンサーを押してもできると。イヤホンだけで電源オンにする場合は、タッチセンサーいろいろ、LED ランプが点灯するまで長押ししてください。どっちのタッチセンサーでもいいのかな。 あでもどっちもかそれそうだよなはいイヤホンの充電残量なんかバッテリーの残量がよくわかんないな充電残量が少ない充電ラップがゆっくりと点滅はいよくわからんあ,あごめんなさいね失礼、えー、初回のペアリング時は下記の設定が必要です バッテリーケースから左右のイヤホンを取り出してくださいとはいでリブ l かリブ r ね出るのねこれ再ペアリングとかどうしたらいいんだろうなうんじゃあまあ一回やってみようかはい取り出します 出しますはいこんな感じでどっちかが点滅してるねでこの状況でなんかいっぱいいっぱい出てきてるおびっくりした今これで出てくるんだよねなんか MSTW ではなななないないないい、ね、これ、M、サウンズのやつ全然違うあでもあれかダメなのペアリングモードではないだからペアリングモードにしなきゃいけないんだなそもそもペアリングモードに切り替わらないのはこれ仕様ですかね あ、来た来た来た。ペアリングモードになったよ。あ、出た出た出た。これだね。リブ 110L。こうすると R もできると。アプト X ちゃんと対応してんじゃんよかったー。嘘じゃなかった <laughs>。よしよしよし。これでできました。じゃあね、こっから少し聞いてみたいと思うので、えー、少し交互期待のよろしくお願い、ちょん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 。 ということでバイバイ <laughs> ちょっとタイムワープはいえー、あれからですね1時間ぐらいちょっと聞いてみました、えー、その感想等を述べたいと思いますちなみにですねやはりエージングはできてないのでこなれた音というかなんていうんですかねこう常時使用している上での音の質感は今はちょっと申し上げられないんですけどそこはご容赦ください えー、結論から申し上げますとグッド <laughs> グッド期待を裏切らなかったグッドだよ本当にえー、っとですねそのグッドという理由はですね結構禁似しているイヤホンのような音なんじゃないかなと思ってますその禁似しているイヤホンっていうのはアビオット製のイヤホンが割と近いなっていう気は します何て言うんだろうなすごく重低音も程よく出るしまあ高音もそれなりに出る中音が少し弱めみたいなまあドンシャリって言ったらドンシャリなんだろうけどもドンシャリとはやっぱり少し違う何て言うんでしょうねこう押さえたドンシャリって言えばいいのかな分かんないけど。 なんかそういった音に等しいなっていうふうに思いました。私的には好きな音ですね。はい。なんか繊細さっていうものが少し出てるって感じです。ただし、あの、すごい繊細ではない。なんかお上品ではない。けども、えっと、お上品なものを織り交ぜた音。 やばいね。言葉のボキャブラリーが、みたいな <laughs>。そう、そんな音に私は感じましたね。あ、ちなみにですね、えっと、今充電してるんですけども、これ、ごめんなさい。あの、例のごとく、あれに変えてます。フェンダーのシュ話、シールチップスに変えてますあ。ちなみに M サイズで普通にこれ充電できたので、皆さんおすすめですよ。はい。な感じで、えー、思いました。装着感等々に関してはですね、 非常にいいですね。非常にいい。まあ、そりゃそうかって感じですよね。言って。まあ、かなっぽいですもんね。言ってね。そんな感じでした。結構ね、文句の付けどころがない優秀な、優秀なイヤホンだった。うん。なんか、1万ちょっとぐらいだったと思うんですけども、このイヤホン。なんか、 皆さんにおすすめできるイヤホンだなっていう感じがしますね。本当にする。いや、これマジで。なんか、何押すって言われたら、僕は例えばゼロ、まあゼロオーディオはね、ちょっと充電ケースの問題があるから、あれだけども、まあ充電ケースの問題がなかったらゼロオーディオ押すけども、えっと、まあ、アビオットとか押してたんですよね。そう、押してたんですよ。そのうちの一つに入ると思います。このリビルオーディオの NT。 NT じゃない、リブ1 1 0ですね。非常に押せるイヤホンの一つです。何よりですね、スタイリッシュさであったりとかは、非常にやっぱ、替えは効かないもんですよ。まあ、そこにおいてですね、非常に、なんて言うんだろう、こう、両立してる音も、スタイリッシュさも両立してるというところは、非常にいいものだなっていう印象をすごく受けます。な すごいね。良かったわ、買って。買ってよかった。うん。あの、あれだよあの、音質的に完璧っていうわけじゃないんですよ。ないんだけども、期待を何て言うんだろう、ちゃんと満たしてくれるようなイヤホンって感じでしたね。そこら辺が非常に優秀、優等生って感じです。あとですね、言うなれば、例えば、音場が少し広いかな いう印象も受けます、まあアビオットとは言ったんですけども、まあ、アビオットの性質もに似通りつつも音場が広い気がしてますすごく。なのですごい豊かに聞こえるなっていうような気はしますね。そこら辺に関しても結構感動的でした。ア、まあ、プトエック アプ X の効果で押し上げられてる感もあるのかもしれないけどもまあでもアプト X が最高コーディックだからねあのこのイヤホンのだからそういったところも相まってすごく音場も広いしねちょっと気品っぽいし上品だしでもしっかりと音が出る。 そう低音であったりとか高音であったりとかそういった風な印象を受けました非常にいい一品を買えたなっていう風に思います非常に良かった結構ね多分これは使えるイヤホンの一つになるなと思いますもう完全ワイルドスイヤホンね腐るほと買ってるんですけど僕本当に本当に買ってるのよだってもうだってリビローで合わせたら1233 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ぐらいかな、あ、14ぐらいなってるわ。なんかおかしいんですよね。でも、その中でも、結構スタンダードに使えるイヤホンの一つになりました。癖もないですよ、そんなに癖もない。 うん、だからそういった意味でもやっぱり一般の人であったりとかあ完全ワイヤレスイヤホンって初めてなんだよねっていう人に非常にお勧めできるイヤホンだなというふうに思いましたまあ一つだけ使用感ではないですけども懸念点として挙げるとすればですね挙げるとすれば何だろうなこのクアルコムのやっぱり QCC3020 だけかな。 これがちょっとと不安要素かなと思いますやっぱり3020ってね電波というか途切れがね結構頻発するイメージがありますやっぱり使っていてもそうですねそうなんですけどもまあ掲示板というか皆さんのお声でも結構3026より途切れやすいっていうのをやっぱり聞きますし僕自身も3020の搭載された完全ワイヤレスイヤホンと途切れやすいイメージがあるのでイメージというか使ってて。 えー、そういったところは少し心配点かなと思います。はい。まあまだね街中で使えてないんでちょっとそこら辺は要チェックなんですけどもまあそれを除いてみ、えー、ればすごくいい感じなイヤホンです。本当にみんなにおすすめだからみんなもちゃんと使ってみてくれるような下の概要欄に リンク貼っておくかな本当にチェックしてみてください、これ。あの、ごめんなさい、これ、回し物でもな、ちゃんと自費で買ってるからね、これ。プロモーションとかじゃなくて、マジで。自費で買ってくからね、これ。だからあの、信じてください、お願いします。はい。ということで、今回は、リビルオーディオさんの、えー、リブ110の、えー、ペアリング、聞いてみたのパートでした。また次回の動画でお会いしましょう。 はるなでした。バイバイ。